こんにちは、トヨハッピーです。今回の動画はこちら。東映の特撮とは言っても戦隊ライダーとは全く異なる不思議コメディシリーズです、ね、怪盗ジゴマ、この名前を聞いてピクッと反応する人は一定の年齢の方か、もしくはコアなファンかなと思います。テレビパワーのジゴマ探知機、さあテレビパワーとは何ぞやってことで、このジゴマがテレビで登場すると、まあ、反応するんですよね。仮面ライダーブラックのデラックス変身ベルトと同じ仕組みです。番組放映時間になったらこのアイテムを持ってテレビの前で待ってる、そんな玩具ですね。一応ねテレビでも遊べるハイテクメカと書いてあるんだけど、テレビで遊ぶのが一番メインではないでしょうか。登場シーンを逃したら即アウト、まあでもビデオで録画したものでも遊べるよとはあるんですが、ビデオもあんまり当時持ってる人いなかったかなって記憶です。このねジゴマの登場シーン、うるっときますね。まあこの時代のバンダイの製品によく書いてあった暮らしの教室、ね、このセンサーで動くっていうのは今でもよくわかんない仕組みですね。一応ねライトで点滅点灯、あとエアコンとかテレビ、その他いろんなリモコンで試したけど反応はしなかったんですよね。でもなぜかたまに誤動作する、そんなジゴマ探知機です。はい、そして本体は単三電池4本使えます。かなり電池食いますね。はい、そして電池カバーはスライド式でそのまま閉じてスライド、まあ、これで遊べる状態なんですけれども、裏にスイッチとあとテレビパワースイッチあります。まあ、このテレビパワースイッチを押すことによって待機モードで、まあ、劇中にジゴマが登場したらコマが回転して発射する、まあ、これが待機モードで目が光ります。随分デフォルメされたジゴマです。ちょうど額の穴がセンサーですね、この丸いの。ここに家にあるいろんなリモコンを当てて電波流したけど反応はしなかったです。光なのかなと思って点滅点灯いろいろやったけどダメでした。まあ、そしてこのコマがね回転して発射するわけです。はい、頭部はジゴマの帽子の飾りがついてます。テレビがなくとも手動で遊ぶことができますね。まあ、電源オンの状態で、まあ、後ろの赤いスイッチレバーを押すと回転、かなり勢いよく回ります。部屋に電源オンの状態で置いといて、いきなり誤作動でこれがチュイーンって回転しだすとかなりビビります。これがまたね結構な勢いで回るんですよね。安定して回転します。で、まあ、先ほどモーター音の他にヒュイーンって音がしてたんですけれども、まあ、コマにはここ2つ穴が開いてまして、まあ、笛みたいな感じで音が鳴るんですよね。なので飛行機のジェットエンジンみたいなヒュイーンヒュイーンっていう音が鳴ります。床に落ちても激しく回ってますからね。もう一度リトライ、あとはテレビパワーということで仮面ライダーブラックの映像をジゴマ探知機で読ませたらしっかりと動作しました。そこから興味がさらに発展して仮面ライダーディケードの中で変身するブラックの変身シーンで試してみたら、これもまたしっかりと動作してくれましたね。さらにはその映像をビデオカメラで撮って
ディスプレイモニターに流してるやつを読み込ませてもしっかりと動作しました。結局は光り方なんでしょうかね、まあ、よく仕組みが分かりません。まあ、そしてこちらが取説、まあ、取説なんかも見る機会がないと思いますし、まあ、資料的な意味合いでも残せたらなと思います。まあ、テレビパワーで遊ぶときは裏の赤いボタンを押してジゴマの目が光っているときが待機モードですので、まあ、そのときにテレビのフラッシュシーンでしょうかね、これを読み込ませると動作。ただこのマリン組の番組がやってないときはどうすんのっていう記載もあった方が良かったかなとは思います。ビデオでも遊べるよってあるんですけど、まあこのマリン組っていう作品をビデオで撮っといてる現存してる人ってまずいないと思うので、まあ、あとはこちら、まあ、リングみたいな型紙のパーツですけども、まあ、これは開けずに取っておいているので、まあ、ちょっとこのまま封印しておきます。はい、そしてコマの側面に貼るシールなんですけども、まあ、これも貼らずにそのままちょっと残しておいてます。まあ、貼ったらかっこよくなるんだろうけど、すぐに剥がれたりするのが目に見えてます。そしてこれが注意書き、随分とシンプルな使用上の注意です。まあ、そしてもう一つ、CM というかパンフレットが入ってるんですけど、これがまたね懐かしいなって思う部分がかなりあります。マリン組グッズでジゴマを捕まえろということで、ジャーマン探偵団マリン組、そしてロゴ潜水艦ですね。はい、日曜日の朝9時よりフジテレビということで、この時代のフジテレビの特撮はなかなか面白かったんですよね。ロボットハッちゃんから始まり、ドキンチョネムリン、ペットントン、バッテンロボマル、あとはカミタマンとか魔法少女系、まあ、そこはあんまり見なかったんですよね。中華なイパネマとかパイパイとか、まあ、トトメスはちょろっと見た程度です。まあ、そしてこの CM 結構本格的な機材のように見えますけれども、これらを子供たちが持って怪盗ジゴマを追っかけるっていう、そんなストーリーですよね。マリン組の前はハード組っていうのがやってたんですけれども、それの怪盗マテンロ、怪盗じゃなかったかな、ちょっとうろ覚えですけれども、まあ、そんなのもいました。まあ、そしてこのソフビのジゴマもねどっかにあると思うんですけど、まあ、探した限りちょっと見つからなかったんで、そのうちまた見つけたいなと思います。裏は思いっきり時代を感じさせます。いや、こういうね一風変わった特撮もなかなか味があっていいものだと思います。この謎に包まれた怪盗ジゴマ、このマスクのデザインがすごく好きなんですよね。はい、というわけでかなり数年ぶりに引っ張り出した玩具、ジゴマ探知機でした。年数は経っててもしっかりとギミックが生きてることに感動です。